皆さん、こんにちは。SEK の株、現役トレーダーの遠藤です。1週間終わりましたね。そして、今日、2月22日、日経平均株価、34年2ヶ月ぶりとなります。史上最高値更新、39,098円68銭と。史上最高値、終値ベースでも更新という形で終わりました。おめでとうございます。案の定という形ですね。前回、12月末に皆さんにお伝えしました。通過点に過ぎないという話をさせていただきました。いずれ4万円どころを目指す動きがという話をさせていただきたんですけれども、本日突破という形になります。初の3万9千円台。場中高値は2時48分、3万9156円97銭をつけております。3連休後、月曜日以降ですね、またさらなる一段高となって、結局4万円どころを目指しに行くはずですので、そのためにもですね、健全な動き、波を打ちながら上げていくと、押し目を作ったところで、慌てずというスタンスでですね、臨んでいただければと思います。そして、デイトレード、皆さんいかがでしょうか？うまくいっている方といってない方いらっしゃると思いますけれども、しっかりと我々のルールですね、これを守っていただいてですね、デイトレを行ってください。あと、今日ですね、ちょっと動画の編集する時間がちょっと全くありませんので、このまま未編集のままですね、お送りさせていただきたいと思います。で、今日の内容は、日経平均についてですね、熱く語りたかったんですけれども、翌日用の注目銘柄、お伝えしたいと思います。10銘柄あります。一つ一つお伝えしていきます。その前にですね、今日初めてご覧になったという方もいらっしゃると思いますが、翌日用の注目銘柄、毎日無料にて皆さんにお送りしております。今日も良かったですね。下にあります、概要欄、リンク先、クリックしていただいて、受け取っていないという方は今すぐ受け取ってください。必ず皆さんの参考になる。銘柄選定の参考になる。そう確信しております。では、見ていきましょう。まず一つ目。7003。三井 E&S、日経500採用銘柄です。三井造船ですね。ストップ高で着地しました。1444円。力高1364万3100株。200勝分ちょっと大きいですね。817万5400株ということで、高値、直近高値ブレイクしていきました。で、週明け月曜日もギャップアップスタートがほぼ確定と言っていいですね。そのままですね、ストップ高つけるようであればもう外して、買いに関しては外していただく必要がありますが、一応買い戦略ということで、三井 E&S 見ていきましょう。2つ目、こちらもストップ高つけました。3133、開板です。また再びこちらですね、久々に出していきます。プラス15.5060%のストップ高。出来高、伴いましたね。689万5300株となっております。2月13日の決算内容は悪かったんですけれども、それを、無視という意味ではありませんけれども、この悪材料、織り込まれていたという認識で上げていったというのが正解でしょう。今日は一段高となりました。200勝分は特にありません。それでも力強い動き、ストップ高で着地をしております。朝ですね、もうすでに、特売スタートした後に買い物が集まって、ストップ高つけたのが10時53分にはストップ高つけてます。剥がれる場面もありました。ストーンと利益確定の利用される場面もありましたが、即買い戻しが入りましたね。それだけ強いと、支えが強いという買い派になります。3連休後、さらに一段上げていけるかどうかに注目をして買い派見ていきましょう。3つ目、時々出しています、6315東和です。こちらもいいですね。ただし、商い伴いながら、プラス13.03%の上昇。525万8400株とまた、出来高盛り上がってきております。直近高値、こちら、2月の、この上髭陰線の日、8740円。今日の高値は8710円なんですけども、今日高値全然問題はないですね。これをブレイクするかどうか。ということで、東和見ていきましょう。4つ目。7735、スクリーンホールディングス、日経採用銘柄、以前の大日本スクリーンですね。19,895円、プラス10.16%。出来高もまた再び入りましたね。
867万8400株、下髭陽線で着地しています。まあ、高値引けではありません。今日付けた高値が5場より5、12時56分、19,930 円をつけております。まあ、直近の高値どころですね。まあ、これをブレイクすればということで見る方もいるかもしれませんが、まあ、今日の高値全然問題はないですね。まあ、今日さらに上に抜けていけるか。ということで、スクリーンホールディングス見ていきましょう。5つ目。6871、マイクロニクス。日本マイクロニクスです。まあ、こちら連日で出していっております。7220円、プラス 10.06%。商い、昨日以上に入りました。609万9200株となっております。上にも下にもヒゲをつけておりますが、下ヒゲの方が長いですね。今日の高値は10時16分、7350円。もう一段加速していけるかどうかに注目をして、マイクロニクス見ていきましょう。6銘柄目、6146、リスコ、一段高となりました。47410円、今日付けた高値は12時56分、5番より5ですね。47460円、下ヒゲの陽線で着地をしておりまして、商いも膨らんできましたね。305万6200株。もう1段、2段と。まあ、これも以前からもう出している銘柄ですけどね。上げていくかどうか。回線抜く。で、リスコ見ていきましょう。7銘柄目、こちらもまた出していきます。7014、名村造船所です。2月14日の決算内容は良かったですが、売り物にここ3日間押されていましたが、今回はまあ買い戻しですね。まあ、空売り勢結構いますから、日照金ベース見ても 0.79 倍、売り方超となっております。でしかも、海産が減少傾向にあるというのが、さらなる一段高へ向けての強みとなります。1898円プラス 9.20%。出来高957万4400株。また再び、じゃじゃ入ってきます。で、こちらもですね、直近の高値どころではなく、もう、か、ということで、まあ、今日の高値どころが1919円、2時45分につけた価格になりますので、まあ、これをブレイクしていけるかどうか、見ていきましょう。8銘柄目。また、これも再び出していきます。日東坊3110です。92万5200株。まあ、昨日の秋田よりは入りましたね。まあ、その前の一昨日よりは入っておりませんけれども、それでも強いですね。一段高となりました。7.95% のプラスとなっております。まあ、日中のですね、ボラはそんなに大きくはありませんが、5000台の銘柄で10円刻みというのはいいですね。魅力的であります。まあ、500株入っても、まあ、1000株入っても、形としては良いので、わずかなティック数。まあ、例えば10ティック取るでもいいですし、20ティックは難しいかもしれませんけれども、10ティック取る、レイトレでですね、5から10は特に困難ではないはずです。まあ、それはですね、まずは今日10時42分につけた5740円、まずブレイクするかどうか。で、その後の動きに注目して日東坊を見ていきましょう。まあ、週明け、売り物に押されてですね、大きな陰線を出すようであれば、もうその段階でデイトレとしては外しとなります。そして9銘柄目。これも再び出していきます。4186、東京大岡工業です。化学のセクター、日経300採用銘柄、4375円、プラス 5.65%。出来高も、じゃあじゃあ、また入ってきましたね。142万3300株。まあ、下ヒゲの小陽線という形で着地をしております。上にも若干ヒゲつけています。まあ、そのヒゲは9時10分につけました高値、4390円となります。まあ、4000円であり1円刻み、5円刻みではありませんので、1円刻みとなりますので、あと、まあ、板の状態がですね、ところどころ薄いんですね。大岡工業。ですので、一気に売り崩されることもありますので、ちょっとですね、IPO 銘柄と同様の動きをする可能性があるということで、ちょっと手締まりは少し早めにですね、大岡工業は見ていただければと思います。そして最後、本日新規上場となりました 135A、ブレインソリューションです。で、このブレインソリューション初値ですね、高かったですね。5190円。公募価格を 73% 超上回るスタートとなりました。これは皆さんにも、価値株の会員様にはもうお伝えしておりますけれどもね、公募価格は2990円、大きく上回ってのスタート、陰線出す場面もありましたが、しっかりと買われまして、5810円で着地をしております。出来高も入ってますね。
464万3800株となっております。もう高値とは思わずにこれからがスタートになりますので、前回出しました銘柄、直近の IPO 銘柄もそうでしたね。1段2段3段とストップ高ストップ高とつけていった銘柄もありますので、エブリンソリューション、期待大の銘柄ということでお話をさせていただきましたが、さらに今日の高値どころですね、2時54分につけました5940円をブレイクしていけるかどうか注目をして見ていきましょう。以上10銘柄となります。ちょっとですね、大型の銘柄が多いですので、資金量の少ない方は三井安ですね、あと海阪ですとか、あとは名村造船などで見ていただければ十分です。絞っていただいて判断していただければと思います。他にもですね、本来であればウェイタスインシリコの売りとかも出したいところではありますけれども、それは出さずにメインとして回線でいく10銘柄で見ていこうと思っております。今日の内容はここまでといたします。2月22日日経平均にとりましては記念日ということではありますが、翌営業日をつまり3連休明けのデイトレ専用注目銘柄、これを10銘柄ほどご紹介させていただきましたので、ぜひとも皆さんの参考にしてください。この動画の内容が参考になったという方はいいねボタン、あとチャンネル登録、まだの方は登録を行ってください。あとコメントお願いします。まだあと登録してないという方ですね、デイトレ専用の注目銘柄、毎日毎日皆さんに無料でお送りしているものですね、まだ登録してないという方は下にあります概要欄リンク先クリックしていただいて、ぜひとも受け取ってください。銘柄で迷っている方、あとはなかなかトレードがうまくいかないなという方の背中をスッと後押しさせていただこうと思っております。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。金土日3連休ゆっくり過ごしていただいて、いい状態でですね月曜日臨んでいただければと思います。ではまたお会いしましょう。失礼します。